まあ、なんせ海が湘南で一番綺麗です、うんうんうん、すごいんじゃないのこれこれビタビタにモデルハウスの佐藤と申します。よろしくお願いします。モデルハウスの遠藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。ということで2本目を撮らせていただいているんですけれども、はい、1本目見てない方はぜひ1本目を動画を見てください。2本目でも同じく簡単にモデルハウスさんの、ね、紹介をお願いできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。購入から売却、賃貸の管理からリフォームまで自社一括でお手屋ができる不動産業を行っております。はい、ありがとうございます、はい、本当にショッピングモールの隣接した、はい、この直でつながっておりますので、そう、はい、もう買い物帰りだったりとかね、そうそう、ショッピングモールなんか用事があったらついでに寄れるツーリストの、ね、いい場所になりますので、ぜひね気になった方は寄ってみてください。ということでね、1本目はですね鎌倉エリアについて詳しくね、はい、ご紹介いただきましたけれども、ちょっと今回は経路を変えさせていただきまして、スタッフの方でですね、一般の方200名以上にアンケートを取らせていただきまして、横須賀線で人気のエリアというところで、どんなところが人気ですかということを一般の方にアンケートを取っています、うん、はい、それをですね、今回トップ5からトップ1位まで予想してもらって、はい、聞いていければなと思います。はい、了解です。フリップをお渡ししますので、そこに書いていただきたいと思います。はい、はいはい、横須賀線、家賃相場的にこうイメージ的にはどうなんですかね。まあ、全体的にやっぱり高いんじゃないですかね。うん、のエリアがやっぱ集結してる、ね、そうですね、やっぱり東京駅のあたりまでまあ1本でザーッと行けますから、うん、まあ、全体的には駅近はやっぱり高いですかね。確かに確かに、都内の方までねこう繋いでますからね。そうですね、僕らも聞いたことある駅がいっぱいね、うん、ありますから、うん、なお人気だろうというところですね、うん、まあ、できればちょっと東京とかで書かれるとちょっとあれなんだ少し穴場的な目線がいいのかもしれないですね。そうですね、了解です。はい、はいはい、ということでお話いただきましたね。はい、はい、お願いします。じゃじゃんじゃじゃん、いい声、ここだけすごい、はい、大きい声でいただきますけど5位、はい、ですね、逗子、はい、です。逗子ですね、うん、京急線も逗子走ってまして、うん、まあ、なんせ海が湘南で一番綺麗です。うんうんうん、はい、海水浴場としても一番落ち着いてるのは逗子ですね、うん、そうだそうだ、まあ、リゾートっていうイメージね、うん、そうですね、はい、結構著名な経営者さんとか、うん、やっぱり逗子付近は、まあ、お住まいの方が多かったりとか、うんうん、落ち着いた方なんかに選ばれやすいかなっていうイメージがありますね、うん、葉山とかも近いですかね。葉山も近いですね、なんかその、うん、グループで泊まって楽しもうみたいな、こう民泊サービスの物件結構多いイメージがあってですね、はい、あ、そうかもしれない、うん、なんか海が見えたりとか、うん、綺麗な物件がこう多いイメージですね、うん、そうですね、4位ですね、はい、戸塚から横須賀線で一本隣の駅になっていて、うん、ここ20年ぐらいに新興開発されているような感じなんで、はいはい、駅の周りが道がすごい綺麗に整備されたりとかですね、あー、なるほど、タワーマンションがかなりいっぱい建てたりとか、はい、実は結構都内からの移住者の方とかも非常に多くて、まあ、もう結構まあ住むエリアとしては東戸塚非常におすすめの地域ですね。なるほど、なるほど、ファミリー層の方とかが結構多いですね。そうですね、ファミリー層の方、そうですね、非常に多いと思いますね。なるほど、なるほど、はい、3位、大船駅。なんといっても、うん、駅前の、ね、商店街が非常に有名であり、うん、人気で、うん、もうお魚屋さんとか、はいはい、お青果さんとかも非常に安くて、うん、もうほとんど週末、ね、平日もそうですけど、すっごい人で、うん、ね、あ、そうなんだ、そう、全然そのイメージなかったでした。あ、そう、大船はそうなんですよ、まあ、大船からは、ね、東海道、あとは横須賀線、あと根岸線、あ、県議会と県議線ですね、うん、湘南モノレール、うん、そうですね、はい、で交通の便もかなり、そうなんですよ、非常に便利で、かつ下町らしさが残ってる地域なので、うん、もう非常に人気のやっぱり駅だなと思ってます。なんか情報によるとですね、うんうんうん、大船のその商店街ですね、うん、はなんか湘南のアメ横とも言われてる。そうなんですよ、知らない。あ、そうなんだ。僕もこの情報をもとに言ってるのわかんないですけど。そしたら2位ですね、鎌倉駅、まあね、湘南でどこ住みたいって言われたらやっぱり鎌倉っていうお答えされる方が多いのかなとは思っていて、うん、大船の方がちょっと利便が高い感じではあるんですけれども、はい、やっぱりその風情というかですね、うん、やっぱり街の中にお寺があったりとかね、はい、いろいろやっぱりこう住んでる中にこう
空気というかね、うん、がもう非常にやっぱりちょっと別格感のという気はしてますね、はいはい、ちょっと都会のゴミゴミした空気からこう離れて、そうそう、こう少しちょっとねわざわざ住むんだったら、そうですね、そうこの辺の感じがいいのかなという気はしますね、いいですね、まさに僕らもイメージ通りってことですかね、あ、そうそう、イメージ通りだと思ってますね、鎌倉ってあんな感じなのかなみたいなところが、そう、まあ、そうそう、あ、まさにおっしゃる通りで、うん、そう、地元の人もね、都心から来る方も多分同じイメージの街、まあ、非常にいい、なるほどなるほど、はい、こちらが2位と、ね、いうところなんですが、はい、1位ここはあえて横浜不動でね、うん、まあ、やっぱり土地の値段もね安定して上がりますし、うん、まあ、本当便利ですしね、はい、まあ、都会すぎず、うん、まあ、田舎でもないという感じで、うん、これ一人暮らしでこう住むってなった時に、例えば社会人 2,3 年目とかの方が住むならどの辺がおすすめですか、うんうんうん、あ、それでもやっぱり横浜が、それでも横浜、うん、あ、やっぱりそうなんですね、そういう、まあ、いろんな意味で結局その、はい、まあ、一人暮らしされるような方なんかでも非常にいいですし、うん、まあ、普通にファミリーで住むにもいいですし、うん、まあ、物件の幅がじゃあ広いって感じですね、そうですね、本当に幅が広いと思いますね、あとは意外に撮影地として、ね、使われるケースが増えてきてると思うんですけど、はい、非現実的なね、映えのいう、そうなんですよ、そういう雰囲気が非常に多くて、まあ、都心なんかだとここはいいけどちょっとここはグリッとしてこうみたいなね、そうそう、スポットスポットなんで、結構一帯の空気で横浜って言ったんですけど、うん、その桜木町とか馬車道とか、うん、あの辺の一帯が全部アクセスしやすいんで、館内とかね、そうですね、うん、はい、そういう意味でもやっぱり横浜は、うん、いいのかなっていう気はしますね、なるほど、はい、それを踏まえた上でですね、ええ、一般の方のアンケートですね、はいはいはい、こちら5位から1位まで見ていきたいと思うんですけれども、うん、まず5位です、うん、はい、これなんとですね、うん、5位、逗子です、すごいじゃないすごいんじゃないのこれこれビタビタに行ってってるね、ビタビタに合ってます、行ってってますね、鎌倉ほど混んでないがいろいろお店がある、うん、海と山の両方の魅力に触れることができるというところで、まあ、5位に逗子が入ってきたというところで、ビタビタに一緒の順位に行きました、ほら見たってことで、じゃあ4位行きましょうか、はい、4位はですね、実は鎌倉です、あ、そうなんだ、はい、鎌倉なんですね、はい、鎌倉が4位に来まして、うん、女性人気が多かったですね、あ、はい、そうかもしれないですね、まあ、冬は温暖で夏は海風で涼しく一年通して暮らしやすいなと、周辺には観光地も多くて散策にも向いている、うん、都心にも近くて住みやすい街だと思います、うん、ね、ベタ褒めが、まあまあ、女性の気持ちがねやっぱり我々は分かるっていう言ってましたっけ、それ、言ってました、補足で、はい、はい、ということで3位です、いきましょう、3位は、うん、武蔵小杉、やっぱりね、やっぱそうだ、うん、はい、迷ったんだよな惜しかったな、惜しかったですね、気になるお店が多くて開発もかなり進んでいて住みやすそうというところで、そうだ、はい、男女問わずここはね人気の、そうだ、うん、ということで2位です、はい、横浜でございます、あ、2位が横浜、ここで2位なんですね、なるほどね、はい、不動の1位だと思われた横浜2位ということで、武蔵小杉横浜できたらどこなんですかね、1位気になりますよね、誰、あ、誰じゃない、誰どこ、はい、ここはまあ品川東京まで直結してて便利、うんうん、商業施設もあって買い物に困らなくて、うん、街並みも綺麗で歩道が広いんでね、うん、歩きやすそうという、そうだね、言わずもがな、うん、素晴らしい街ということで第2位ということなんですけれども、うん、気になる1位なんですけど、はい、横浜でも鎌倉でも寿司でもない、はい、1位は大船駅です、ね、あ、そうなんだ、1位大船駅、逆に1位が、はい、なんで1位と、ね、3位と2位がこう、ね、ガッとこう入れ替わって、大船駅ね、駅中も充実してて駅周辺にもお店がたくさんあってと、うん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 、東海道線、横須賀線、根岸線と、そうそう、ね、利用できる線がすごいやっぱ多いよ、そうそう、便がやっぱりいいなっていうのがやっぱり魅力ですかね、そうですね、はい、あとちょっと変わった意見ですけども、うんうん、京浜東北線の始発駅なので早起きすれば座って通勤できる、あ、かなり、はい、確かにね、はい、確かにサラリーマンにはかなり大事なポイントで、あ始発駅という、そうかそうかそうか、はい、なので人気もあるということで大船駅、僕もでもお話聞く限りやっぱり情報としては大船がやっぱ魅力を感じましたね、本当ですよね、はい、なんか楽しそうというか、さっとなんか外出てさっと食べてさっと帰るみたいなことができそう、確かにそうだそうだ、いいね、パジャマで歩けますよ、はい、横浜だとちょっと気合いがちょっと、うん、そう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 ですね、半端といえば半端なんだあ、そうかそうか、だから大船、そうだ、大船いいね、それはいいわ、なるほど、確かに確かに大船の武器いっぱい持ってます、なるほどぜひそこで我々の店舗にもよりお越しいただけ、一番人気のあるところに物件をいっぱい持ってる、たまたま、たまたま、いや得意なエリアでしたこのあたりね、はい、興味ある方いたらぜひねチェックしていただければと思います、はい、じゃあ最後にね PR の方お願いできればと
思います。まあ、偶然にですね、まあ、ランキング通りになってしまったんですけれども、まあ、我々はその大船戸塚のですね、物件を実はたくさん査定させていただいていて、保有物件みたいなのも実は多く持っていまして、一般のネットとかにも出さないで自社だけでこう公開しているような物件も結構多く持っている、まあ、未公開みたいなものもたくさん持っている会社なんですね。リフォームしてお客様のお好きなように変えていただくとか、キッチンとか、あのおしゃれなこう洗面台をですね、自分でこう好きなものを選んでいただいて注文住宅を建てていただくみたいなものをやってますので、まあ、大船、まあ、鎌倉、まあ、ちょっとその地域はですね、ぜひ我々、はい、あの得意なエリアでいっぱい物件持ってますので、ぜひご相談に来ていただければ。まあ、明日買う、来週買うじゃなくても、うんうん、1年先でも2年先でも一生懸命お付き合いしてますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、まさにアットホームでね、こう人に向き合って、そうですね、はい、提案いただけるということで、その通りです。はい、ぜひこのエリアね、はい、お探しの方いらっしゃいましたらお問い合わせいただいて、ね、お任せください。実際このショッピングモールまで来ていただいて、ちょっとうるさいんですけど、ガンガン言ってるんですけど、すいません、はい、相談いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。